宇都の団次郎宇都の団次郎明治元年12月9日は、幕末期の洋学者、番書調べ書教授、意味縄、朝陽、号は春風、異母邸に、海援隊大使の白鵬春馬がいる。万国帰還官越後長岡藩士、宇都の世財門の下に生まれる。なお、新潟市市、資料編に掲載される、天保獣井戸市、正月、 状況元寝氏より初役人流に、聖徳2年から教法4年に1月まで、新潟町部行を務めた、宇どの段次郎が見えるが、先祖と思われる。長岡藩の藩公子特管で学問を収めた後、江戸で蘭学や英学を学ぶ。その際を、かつ回に代われて幕臣に登用され、文久2年に、番所調べ書の教授となり、慶応4年には、軍官役区より、 爆めつ付となる。その一方、慶応2年に藩に、軍政改革に関する意見書を提出するなど、幕末の混乱に瀕した藩のために尽力するも、明治元年、38歳で病死した。河井津之助と並ぶ長岡藩の秀才であった、丹次郎の死は、長岡藩の大きな損失であったとされる。著書に、万国機関がある。ありがとうございます。